要支援、要介護の違い。要支援とは、介護保険制度の中で介護が必要な人のうち介護度が低い人のことを指します。つまり自立して生活ができるが日常生活において一定程度の支援が必要な人を指します。主な支援内容としては家事や買い物の手伝い、外出時の付き添い、食事の支援などがあります。一方、要介護とは介護保険制度の中で介護が必要な人のうち介護度が高い人のことを指します。つまり身体的な介護を必要とし自立して生活することが困難な人を指します。主な介護内容としては入浴や排泄の介助、食事や移動の介助、認知症のケアなどがあります。要支援と要介護は介護保険制度の中で区別されており、それぞれに対して異なるサービスが提供されています。要支援の場合は生活支援サービスが提供され、要介護の場合は介護サービスが提供されます。しかし要支援の状態でも自立支援を行い、要介護に至らないように対策を行うことが大切です。また要介護の状態でも自立支援を促進し、できるだけ自分でできることを行うことが必要です。